伊藤清は日本の数学者。確率論における伊藤の古代の考案者として知られる。第1回ガウス賞受賞者。三重県稲部郡出身。理学博士。訓導は十三味訓二等随法賞、文化勲章など。数学者の伊藤製造とは兄弟。1998年 NHK スペシャルが金融工学の功労者として存命中の伊藤。 キヨシを取材。インタビューが12月6日放送のマネー革命第3回金融工学の騎士たちで放映されたブラウン運動の奇跡。伊藤の定理を使うことでこのランダムな曲線の数学的な解析が可能になる対戦中の1942年に伊藤の歩代で知られる確率微分方程式を確立した。確率積分を計算する上で重要な 伊藤の公式は米国科学アカデミーに評価されている。伊藤の公式は確率解析学における基本定理で確率積分の計算手段を示したもので、この公式なしでは確率解析における計算はほぼ不可能と言える。あるグラフ上の直線もしくは曲線を方程式で記述することができれば、その式を解くことで未来のある時点における値を 計算で求めることが可能になる。従来、方程式で表現することができるグラフは直線、もしくは規則性を持つ曲線のみであった。ブラウン運動の軌跡や株式や債券の金融商品の価格変動のチャートなど、全く規則性のないランダムな曲線は、方程式で表せず、したがって未来のある時点における計算値を求めることもできなかった。一等の定理は、 微積分に確率論を導入することでランダム曲線を方程式で記述することを可能にした。このため将来における金融商品の計算価格を算出する計算式の定律に道が開かれ数学にとどまらず1990年代に発達した金融工学理論の進歩に多大な貢献があった。デリバティブの一種であるオプションの価格評価式であるブラック。 ショールズ方程式の同出もまた、伊藤の定理が基礎となっており、同方程式の考案者として、ノーベル経済学賞を受賞したマイロン・ショールズは、伊藤に会った際に、わざわざ握手を求め、伊藤の定理に敬意を表した。伊藤自身は、経済学に無関心で、ある経済学者の集まりに出席した際に、あまりの歓迎ぶりに当惑し、そもそもそんな定理を導いた記憶はないと言い張ったという。 ありがとうございます。